上皇ご夫妻が引っ越しをする件について女性セブンが記事にしていましたね。上皇ご夫妻は現在高輪の仮御所にお住まいですが、そこから4月にも赤坂御用地へ引っ越しをされるようです。ちなみに赤坂御用地ではまだ私室部分の改修工事が完了していませんが、3月中に完了される予定のようです。まあ以前にも紹介をしましたが、生前退位をした時は仮御所が完成をしているのに1年間も引っ越しをしなかったくせに戻る時は早いですね。コロナ期間中はおこもり生活だったようです。いつもはお庭のお散歩が日課でしたが、仮御所は散歩をするには少し狭く感じられたようです。まあ赤坂御用地に比べると狭いから毎日景色が変わらないということもありますが、羽田空港発着の国際線のルート変更があって飛行機の騒音もあったようです。ちなみに新しい住まいはバリアフリー化もされ、エレベーターもついているようですね。ちなみに私立工事は3月には完了する見込みですが、他のエリアの改修工事とかもあるので引っ越し先はまだ工事中なんです。まあそれでも引っ越しを急ぐのは秋島家のことが気になるんでしょう。女性セブンには上皇ご夫妻が悠仁さまに帝王学を教えるだろうと書かれていましたが、工事中なのに引っ越しを急ぐのはやはりいろんな事情があるんでしょうね。ちなみに文春オンラインでは眞子さんが結婚するまでのことが改めて書かれていました。眞子さんは金銭トラブルが起きてからも気持ちが変わらずに、2020年の初め頃から結婚の気持ちが変わらない意思を伝えていて、結婚を前に進めるように働きかけていたようです。それでその秋に秋篠様が結婚することを認めの発言をして、具体的に結婚に向けて動き出したようです。ただ秋篠様が発言をした金銭的に安定をした経済状況が作れていなかったから、宮内庁としてもまずは夫になる就職が最低条件と考えていたようですね。その頃はまだ学生で、5月には卒業して司法試験を7月に控えた状態でしたが、大学院の成績が最優秀の次の優秀ランクであったから合格は間違いないと予想していたようです。まあ実際に卒業した生徒の9割以上が合格だから、最下位グループでも合格率が 50% 以上あったでしょうからね。そう考えるとまず司法試験は合格すると思うでしょうね。小室圭の方は就職をして経済的に安定という項目をクリアしないといけないと思って就職活動を始めていたようですが、同級生に比べて遅れていて、インターンも断られまくったようですね。それでゲイリー森脇さんに拾われたわけです。そこからサンドラを紹介してもらったようですが、弁護士としてではなく法務助手としての採用です。就職が決まったら小室圭は眞子さんへ報告をして新居探しをしていたようですが、眞子さんのことを考えて狭いマンハッタンよりもボストン郊外の物件の一軒家を探したようです。実際に現地に物件を見に行ったりとかしたようです。そういや小室圭を支援している人の一人で立川ジュリアさんもボストンに住んでいましたよね。もともと小室圭が国際弁護士になりたいと言い出したのもこの立川ジュリアさんの影響だと言われていましたからね。奥の総合法律事務所も立川さんの紹介とも言われていますよね。ちなみに最初に結婚を報道したのは読売新聞だったようです。2021年9月1日に眞子さま年内結婚と報道しました。そして9月16日に NHK が小室圭が近く帰国をして結婚準備という報道をしたようです。ただ宮内庁としては菅首相が退任の意向を示したりとか、朝見の儀が行われたら天皇皇后両陛下と上皇ご夫妻の日程調整が必要です。さらに美智子さまと上皇陛下の誕生日に挨拶されるかとか調整をしていたようです。ちなみに驚いたのは、天皇皇后両陛下は眞子さんと小室圭が婚約内定報道の会見を公務先で知って驚かれたようです。婚約内定報道を聞かされてなかったようですね。つまり強引に婚約内定報道を行ったんでしょう。相談をしたら国民から反発があるからやめとけとか言われるし、強引に行ったんでしょう。そこでその時の天皇皇后両陛下の公務を調べてみました。そうすると確かに天皇皇后両陛下は公務を行ってました。2017年9月3日に婚約内定会見が行われたんですが、天皇皇后両陛下は9月2日と3日は奈良に行かれていました。第32回国民文化祭と第17回全国障害者芸術文化祭やハンドベルフェスタに出席をされていました。わざわざ天皇皇后両陛下が公務で忙しい日にあえて婚約内定報道を行ったんでしょう。美智子様は眞子さんが初孫だから朝見の儀を行ってほしいという意向だったようですが、天皇皇后両陛下は無視をして婚約内定報道をしたことや、何も解決せずに国民を無視して結婚することに怒って朝見の儀を行わないことに決めたんですね。当然上皇ご夫妻は朝見の儀を行ってほしいという思いだから仲が悪いと思われたくもないし、できれば朝見の儀を行いたかったんでしょうが、眞子さんの行動がどうしても許せなかったんでしょう。ちなみに眞子さんは9月に入るまでは結婚会見も文書発表だけで日本を離れたいと思われていたようですが、説得をされて9月になって結婚会見に臨まれることを決心したようです。
くのいちゃんもどうしても嫌がるまこさんへ、質問は事前にチェックをされたものだけに答えるだけで、追加質問は受け付けないようにしますということで、まこさんも同意したようです。ただ結局はかなり配慮をした質問ですら、事実でないことが事実であるかのようにと、国民に喧嘩を売って文書回答になったわけです。それで国民の誰からも祝福をされない結婚となったわけです。まあ祝福をしてくれる人にだけ感謝という言葉を残していたから、佳子さまと小室佳代さんにだけ感謝していたんでしょうか。ちなみにそこから結婚してニューヨークに行くわけですが、現在はビザが問題になっていますよね。実はここである疑惑が浮上しました。実は眞子さんは配偶者ビザではないのではないかということです。ヤフコメで気になるコメントを発見したんですが、眞子さんが保有をしているビザは外交職員の A2 ビザではないかということです。つまり眞子さんがニューヨーク総領事の職員であれば、すべてつじつまが合うんです。住居費も小室夫妻が負担をしていないことは間違いないですよね。これは日本の税金から支払われているんです。しかも職員だから警備とかの一定のサポートも問題ないわけです。給料や賞与といった基本的な労働対価に加えて、従業員とその家族に提供する報酬として、福利厚生として警備などが充てられているという認識です。しかも A2 ビザは面接も不要だし、外務省を動かしていた皇族としての外交経験もあるから、臨時職員として採用されたんでしょう。報道統制したのはその一環でしょう。結婚するときには、両親から思い出のアルバムやプレゼントの品などを大切にしまわれたと、文春オンラインの有料版には書かれていました。このプレゼントとは気になりますね。まあここまで外務省を動かせるわけだから、お金に困らないでしょう。税金なわけだから、いくらでも引き出せますからね。足りなくなれば、税金を上げればいいだけです。そういや小室圭のビザも、なんか怪しいマークとかあったり、色も少し違いましたよね。A2 ビザの配偶者ビザなんでしょうか。A2 ビザの配偶者ビザなら問題なく働けます。ただ働く場合は雇用申請でビザ所持者本人の雇用主の団体や省庁を通して国務省に書類を提出しなければいけません。国務省の推薦が得られたら移民局に転送されて、申請が許可をされたら雇用許可証が得られるようです。まあ小室圭の現在のビザが学生ビザの延長のオプトビザなのか、それとも A2 ビザの配偶者ビザなのか、なんかもう恐ろしいですね。日本を騒がす大事件に発展するかもしれません。まあ現在小室圭が学生ビザの延長だとしても、眞子さんの配偶者ビザに切り替えれば済む問題です。だから試験を受けたのかどうかなんてどうでもいいんです。受験資格がなくても、試験に落ちていても、眞子さんの配偶者ビザとして働くことも可能だし、何の問題もないんです。ただ眞子さんとしては、夫が弁護士を目指しているということが国民には知れ渡っているから、夫の小室圭には腹を立てている可能性があります。もしかするとそれは眞子さんにとっては本当に誤算だったのかもしれませんね。こういう問題は日本のメディアでは何もできないポンコツ記者ばかりだから、外国特派員協会とかから日本政府に質問をしてもらいたいですね。眞子さんはリモートで仕事をしていることになっているんですかね。まあ昭島様が新任のニューヨーク総領事を呼びつけたことも全て納得がいきましたね。ただ外務省の職員ともなると国家公務員でないとダメなはずですよね。皇族といえば国からお金をもらって公務をしているから、ある意味国家公務員だという認識とか、適当な理由をつけて国家公務員試験も受けずに合格したことになってるんですかね。もう憲法違反やりまくりで、これが本当だとしたら、昭島家が敗着だけでは済まない問題ですね。悠仁さまは裏口入学で、将来のイカサマ天皇なんて呼ばれているのに、眞子さんも裏口入賞されたんですかね。眞子さんがウィスコンシン州に行かずに、ニューヨークに留まり続けたい理由は、総領事館の臨時職員だから、ニューヨークから離れるわけにはいかないですからね。国民からは今の段階で小室圭が弁護士を諦めたら反発が大きそうだから、一応ウィスコンシン州でリモート授業を受けているということにしたいんでしょう。ウィスコンシン州には全く興味がないけども、3年間ウィスコンシン州の授業を受けていることにしたら、その間に気が変わって別の会社に働くことにしたというシナリオもできるし、世間も次の佳子さまの結婚話とか悠仁さまの成年皇族とかで話題が薄れるだろうと思っているんでしょう。話題が薄れたらしれっと小室祭で税金暮らしを堪能するんでしょう。まあいろいろと問題がありすぎですね。外務省が複雑性 PTSD を雇ったことになりますからね。閉鎖病棟に入れなければいけない病人を給料を払って警備とかいろいろ税金をジャブジャブ使っていたんだとしたら、もうこの問題は何人ぐらいが逮捕される案件なんでしょうね。悪いことをした人間は逮捕されなければいけないですね。悠仁さまの問題にしても、寄付金とか不正に関わった人物や小室夫妻の忖度に関わった人物をみんな逮捕してほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。